今回も最近漢字テストマシュマロが来なくて禁断症状が出てきたので自作しました。あ1これなんて読むのこれ。漢字ではない、漢字ではないな。これなんて読むんだこれ。全くわかんねえ、全くわかんないねこれね。はい、ちょっと怖いからちょっとこの辺にしとくか。何語だよ。まあ、基本的にこっちから読むやつだよねこれ。違うかな。まあ、ちょっとわかんないんで、危険なワードだったら怖いからやめとくか。ちょっと読めないのはやめてな。読めないのは勘弁してくれ。お便りいただきありがとうございました。読めるやつにして、読めるやつに。いや、みんな読めるの？俺は読めねえぞ。サンスクリットとかで使われるデーバナーガリー語、デーバナーガリー、はあ、詳しいな。なんかあれだよね、音楽のさ音符とか楽譜に書いてあるやつっぽくてかっこいいねと思っちゃうわ。どこからどこが一単語かもわかんねえしな。不思議。繋がってるところが一単語なのかな。ちょっとわかんないんで Google 翻訳に入れてみる。そうだね、じゃあ入れてみるか。 Google 翻訳に入れたらまあ確かにわかるのかな。ちょっと待って、コピペできない、文字化けしてる。ちょっと待って、コピペできない、コピペできない。ちょっと待って、ヒンディー語、セリザ、セリザワらしいよこれ。1個目、1番セリザワだって。セリザ、成田。2個目で成田だったわ。臭すぎるでしょ名前か。これヒンディー語って書いてある。コピペできねー。はあ、悟空。3つ目悟空だった。セリザ、成田、悟空。 Google 翻訳ってすごいな。臭すぎる。3が悟空なの、草なんだよな。もしかしたら悟空ならわかるかなって思ったのかな。わかんねえ。はい、そんな感じです。わかりませんでした。わかんないんで、ちょっと Google 翻訳使わせていただきましたけど、さすがにね、ちょっとね、教養足りなかったかもしれないですね、私ね。はい、お答えいただきありがとうございました。